終わりました。この模擬問題集なんですが、375問あって125問かける3だと思ったので、科目ごとに科目ごとの問題ずつ全部で125問になるように解いてみたんですが、もうパニックを起こしますパニックを起こしました。なんかもう見たことある問題はまずない、1個だけかな、1個だけあって絶対自信あるっていうのがなんと2つ、あとは見たことないけど言い回しが違うっていうのが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31問、32問、半分ぐらいが全くわからないか、なんとなく聞いたことがあるけどこういう聞き方されたことないとか、あ、違うことを聞か、同じ聞いたことある分野でも違う聞き方をされてる、違うことを問われてるみたいな感じでした。うわー、いやー、どうしよう、どうしましょう。ちょっと丸付けします、丸付けをします。なんか実際の国試では終わった人からなんか一定時間を超えると廊下に出ていいらしくて、それで結構話し声とかも聞こえてくるそうです。なのでそういう時に集中力を欠いてしまわないようにとネットでこの間調べてみました。ちょっと丸付けします。
辛い。
結果が出ました。43点でした。あの午前中の部です。43点なので、65% で44点なので、もうこれだとちょっと合格危ういですね。危ういです。目標は 80% で54点を狙っていたので、ちょっとやばい感じで。この中央法規さんの模試はなんかちょっと難しいらしくて、あ、そうそう、この模擬問題集難しいと聞いたことがありますってここに書いてあって、うん、確かに難しい気がする。なんかあの簡単なことを聞かれてるんだけれども、あ、そんな聞き方されたことないなっていうような聞き方されてたりとか、はあ、なんかちょっと過去問ばっかりやってて、過去問って覚えちゃうじゃないですか、何回もやってると。その問題自体を覚えられることもあるんだけれども、なんかこう問題に反射しちゃうっていうか、問題を覚えちゃうんですよね。だからこの模擬問題集はもうちょっと2週間ぐらい前にやっておこうと思ってて、よかった今日やってみて。あと2年分あるので、2年分かな、多分2年分わかんないけど、多分2年分あるので、そうですね、とりあえずこれを今週中にやって、今週中にちょっとザザッとやってにしようかな。なんかちょっと元気なくなっちゃったいやー、はい、それでちょっとまだ問題解いておられる方もいらっしゃるとは思うんですが、この1週間、私1週間前から本格的に勉強したんですが、この1週間どうだったかというと、まずやったことは過去問、まずやったことはこの中央法規さんの過去問3年間分を全部解いて、点数、科目ごと13科目に分けて点数が半分以下だったところをピックアップすると5科目あって、その5科目の間違えた問題と、まあ、明らかにわからない問題を、この過去問からノートにまとめました。こんな感じでノートにまとめて、それで1週間かかりましたね。ノートにまとめつつ、その5科目のこの合格テキストとよく出る問題総まとめもやりました、まあ、やったというかちょっと読書して、あのこうやって丸バツ問題とかがあるので、こうやってささっとやった感じなんですけど、それプラス、苦手科目の過去問アプリ3年間分のところをピックアップして、そこを解きました。そしたらもう問題を覚えてしまって、満点取れたりするんですけど、なんかこんなんでいいのかなってちょっと不安に思って、1週間勉強して1週間かけてその苦手科目をまとめ上げたんですが、昨日とかすっごい不安になってきたんですよね。すごい焦りが出て、わあもっと早くやっとけばよかったとか、まあ、なんか後悔してもしょうがないのに後悔してきてそう、すごい昨日はなんか情緒不安定でした、すごく。で、今日ですね、今日起きて、まあ、体調悪いなって思ってたんですけど、もう今日からは苦手科目はもう網羅したつもりだったので、そうですね、全く見たことのない問題、この模擬をやろうと思って模擬に取り組んで見ましたら、なんと 65% 満たないので 64% ぐらいしか取れてないのかな。いやー、
やっぱり 80% ぐらいを目指すような勢いで勉強したいなと思ってたので、結構きついですねこれね。いやなんかちょっと、いやでももうやるっきゃないって感じなのでやりますけど、皆さんどんな感じなんですかね。もうパーフェクトなんでしょうか。いやでも多分皆さんはね、こまめに1年ぐらい前から学習されてる方が多いのかな。いやー私本当に、いやでも落ちたくないですよね。落ちたくないけれども、不安だけれども、やるっきゃないということで頑張ろうと思います。はい、それで最後になったんですが、この回答用紙、これ皆さんこれ使ってますか。この過去問、中宝器さんのしか持ってないんですけど、この過去問の最初のところにこうやって答案用紙が、回答用紙があったので、これを私はコピーして実際に試験スタイルでやるときはこれを使うようにしています。やっぱりこうアプリとかだとすごく早く解けちゃうんですけど、このなんか縫ったりする手間暇があるので、それに慣れといた方がいいかなと思いました。やっぱり時間がアプリでやるときよりはかかりますね。あと筆記用具なんですが、私はこの試験のためにいろいろ買い揃えました。まずマークシート用の鉛筆 HB、 マークシート用って書いてあるんですが、これ鉛筆2本セットで売ってました。であとは鉛筆削り、そしてあと消しゴムも2つ、なんかこれもマークシート用の消しゴム2つと、あとシャープペンシル、これ細いバージョン、シャープペンシル細いバージョン、これもマークシート用です。でちょっと握りやすい太いバージョン、これもマークシート用です。マークシート用ってこうやってなんか芯がねすごい太いんですよ。芯が太いんです、すごく。はい、で今のところ私はやっぱり鉛筆の方が塗りやすいなと思いました。あと鉛筆すごく尖ってない方がいいと思います。少しこれ1本尖ってるんですけど、この上のやつの方が塗りやすいです。塗りつぶしやすいです。尖ったままだとちょっとなんていうんだろう、折れちゃったりしそうかなと思います。あとマークシート用の返信 HB、 これも2つ用意しておきました。これ文房具屋さんでそれぞれ買ったんですけど、これだ、このペンシルだけは Amazon さんで買いました。で、あんまり数がないので、文房具屋さんとか行っても、まあ、売ってることは売ってると思うんですけど、あんまり数がないので、ちょっと前もって買いに行った方がいいと思います。はい。こんな感じで、文房具だけは一生懸命揃えたんですよね。はい。もうこんな感じどうしようかな。もう本当に、あと2週間ですね。いやー、本当に、こんな解けないとはね、もっとやっぱり、いやでも諦めないで、あ、まだ2週間あると思って諦めないで、やっぱりいっぱい解いていこうと思います問題。うん、いや皆さんどうしてますかね。うん、なんかこうずっと初めの方から1年ぐらい前から勉強されてる方はもう仕上げって感じなのかな、やっぱり。いやいやでも絶対受かろう、受かるっていう気持ちで、気持ちだけは負けないように、そう心から思えなくても口に出して言っていこうと思います。はい、はあ、なんかちょっと不安定になりますね、すごく近づいてきて。あ、そう、それと試験会場が、私は東京都なので、東京都で、東京都いっぱいあると思うんですけど、
私の試験会場はですね、東京流通センターでした。大田区にある東京流通センター。はい。それで昨日下見に行こうかなって思ったんですけど、今ちょっとコロナがすごく感染者数が増えていて、普段乗らない電車とか乗るのもちょっと怖いなと思ったので、もうぶっつけ本番でその日にちょっと余裕を持って早めにお家出ようかなと思います。で、もともと私10年ぐらい前までパニック障害を患っていて、電車がすごく苦手なんですけど、そのこともあって練習しておきたいなと思ったんですけど、モノレールに乗っていかなきゃいけないんですよね。で、そのモノレールに乗って具合悪くなったことが何回かあるので、そうだからその日はちょっと夫氏、旦那様に付き添ってもらおうかな付き添ってもらおうかなとちょっとだけ考えています。はい。それか抗不安薬は今でもお守り代わりに病院からいただいているので、なんか試験に支障がなければ、事前にちょっと繁盛とか飲む訓練をしてみて、試験中眠くならないようであればそれを飲んで電車に乗ろうかなとちょっと思っています。はい。そんな感じで、はい、もう1時間半もう少しで経つんですが、いや本当もう頑張りましょうね。はい。体に気をつけて当日健康で受験できるよう願っています。あと、こちらを見てくださっている方が、皆さん、第34回介護福祉士国家試験に合格できるよう、私も祈っています。一緒に合格しましょう。はい。それでは今日は、ね、なんか、付き合いいただいてありがとうございました。